いつも YouTube ご視聴いただきありがとうございます。フォトアーティスト広瀬です。今回はですね、皆様からよくある質問なんですが、写真を始めたんだけどどのようにしたら写真のスキルが上がりますかということを聞かれます。まず最初の段階で気をつけていただきたいのは、カメラを選ぶ基準、何を選ぶのかということなんですが、この選び方によってですね、だいぶ違ってきます。スナップ写真というような人物写真を撮りたいような方はですね、大きいカメラは今やめた方がいいと思いますね。でなぜかというと、大きいカメラというのは非常に圧迫感がありますよね。ファインダーを覗いてですね、こうバッと構えられるとですね、とってもこう威圧感がありますよね。こういうような威圧感のある撮り方は、非常に撮られる側の人から見るとですね、とても嫌なものですよね。でじゃあ逆に言うとですね、コンパクトカメラどうなのかというと、コンパクトカメラのレスポンスもですね、あまりいいとは言えませんよね。でそういった時に何があるかというと、今の時代はですね、スマホがありますよね。スマホを使ってですね、写真を撮るということも一つの方法であると思います。ですのでこうスマホを使ってですね、簡単に撮ってみるというところからスタートするのも一つの方法ではないかなと思います。もちろんですね、コンパクトカメラでもいいですし、一眼レフでもいいんですが、一眼レフでもですね、ミラーレスのような小型なカメラを使った方がいいと思いますね。ミラーレスで小型で非常に性能のいいものもありますよね。でそういったものを使っていただいて、今度はですね、ファインダーを直接覗くのではなくて、このバリアングルのようなちょっと下を見ながら写真を撮るような形にするといいと思います。そうするとですね、威圧感がなくなりますよね。こういうような使い方をすると結構スナップ写真撮りやすくなると思います。もう一つバリアングルがあればですね、上から撮ったり下から撮ったりするのが非常に簡単にできますよね。ですのでバリアングル付きのミラーレスを使うという方法が一つあると思いますね。このあたりも非常に重要だと思います。それともう一つはですね、レンズなんですが、まずはレンズはですね、単レンズを使ってみた方がいいと思います。ズームレンズを使うと便利そうなんですが、ちょっとレスポンス悪いんですよね。なぜかというと、画角を決めなきゃいけないので、どうしてもその画角を決めるという作業に時間がかかります。ですのでむしろ単レンズの方がですね、自分が動けばいいわけですから、前に行く、下がる、これをですね、慣れてしまえばむしろこちらの方が早いです。で少しぐらい小さくてもいいですから、撮ってしまえばいいわけで、いちいち画面の中にぴったり入れようと考えずにですね、とにかく撮ってしまえばいい。こういうようなことをやればですね、後でトリミングでも何ともなりますよね。そういう意味ではある程度高画素なもの、2000万画素ぐらいあればいいと思うんですが、2000万画素ぐらいのカメラであればですね、トリミングして半分にしても1000万画素ありますから、十分にですね、ネット上では問題はないです。スナップで軽快に撮りたい方はですね、まずミラーレスのような小さいカメラ、そして単レンズを使う。で風景写真のようないろんなバリエーションが欲しい方は、これはズームレンズですね。ズームレンズを使って2本のズームレンズ、最初は2本のズームレンズでいいと思います。24から70、70から200、もしくは70から300ぐらいのレンズありますよね。こういったものを使っていただいて、画素数がある程度あるもの、2000万画素以上のあるものを使った方が画質が非常に綺麗ですから、ぜひそういったカメラを使っていただければと思います。ただこの場合には三脚というのも必要になってきますね。三脚を持って、ライブビューを使ってピシッとピントを合わせて撮る。スナップ写真の場合にはある程度こうイメージ的にパッと撮りやすいもので、しか比較的カメラのセンサーサイズも小さい方がですね、被写界深度深いので結構ピントの幅も増えますので、撮りやすいんではないかと思います。フルサイズよりもむしろスナップ写真の場合にはですね、 APS かフォーサーズぐらいでも全然問題なく撮れますので、今のカメラフォーサーズでもかなり綺麗に写りますので、こういったものをぜひ利用していただければと思います。それではまた YouTube でお会いしましょう。